今回は「新四字熟語」を紹介します。スズムシチャーハンとは、むとスズムシの鳴き声のように、美しい音が響くチャーハン。校内法要とは、真夜中の駅構内で抱き合っているカップル。転じて、なぜここでというい、肉村八部とは、鍋や焼き肉で。 他の皆が示し合わしたように肉を食べさせてくれないこと漢字横領とは信じていた人に裏切られることピース又吉が考えきえい家が表現する新四字熟語120題名が変わっていますが鈴蒸しチャーハンということです後半につれて筆が乗ってきている感じで笑える箇所が多くなったように感じました又吉さんらしい面白さが楽しめます以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。